二人で食事するのも久しぶりだな。俺がいない間、寂しかったか？珍しいな、お前が素直にそんなこと言うなんて。しかし、そうか。だったら俺ももっと積極的にならないとな。そうそう、実は映画のチケットをもらったんだ。それがなかなか変わった作品らしくてな。確か潜在意識を除く VR 映画とか言ってたな。ああ、これだ。興味あるか？どうした？なんだ、そうだったのか。じゃあせっかくだし行ってみないか？ちょうどチケットは2枚あるんだ。サイトを見た感じだとなかなか面白そうだったぞ。あなたの潜在意識が紡ぎ出す夢の VR 映画か。やけに長いキャッチフレーズだよな。やっぱりちょっと嘘くさいか。もし詐欺の類だったらどうする？考え事か？さっきからどこか変なんだよな。普段のお前なら目的地に着いたら真っ先に車を降りてはしゃいでるはずだ。
だが今日は停車したことにすら気づいてない。それともその本に夢中になるくらい VR ビジネスに興味でもあるのか。まあたまにはぼんやりすることもあるよな。そろそろ行こうか、お嬢様。もし何か心配事があるなら俺が喜んで聞こう。何もないのなら今目の前のことを全力で楽しんでくれ。そんな風に言われたら俺も何倍も楽しくなってくる。さっきの話だけど本心はもっと単純なんだ。嘘くさいって言ったことさ。この VR 映画のことを知ってから、いろいろと調べてみたんだ。初めて聞いた技術だから、やっぱり気になってな。どの国でも発表すらされていない新技術だよ。そして、このシアターのプレオープン記事も体験談も何も見つからなかった。だが、もし本物だったら、これはものすごいことだ。ここに眠っているのは、お宝か偽物か。内心は、寝不足になるほどワクワクしてたんだけどな。どうやら、後者の確率の方が高そうだ。55階か。行こう。エレベーターはあっちだ。どうした？高層ビルは苦手か？今夜はお二人の貸し切りとなっておりますので。ぜひごゆっくりと当館をお楽しみください。貸し切り？このチケット今日は俺たちしか使わなかったんですか？いえ、もとより本日のチケットは2枚しか発行しておりません。シアターは一般のお客様には開放しておりません。そのため座席はすべて予約制で、一日にご利用できる人数にも制限を設けております。なかなか面白いな。今までライラ島にはそういう会員向けシアターはなかった。当シアターはお客様のご意見を何よりも大切にしております。もし何か気になる点などございましたら、上映後にぜひお声掛けください。
それでは館内へご案内いたします。これからお二人に体験していただくのは没入型 VR 映画となっております。ええ、まさにそれを見に来ました。まずは VR 機器を頭に装着するんですよね。そして人間の潜在意識を機器からコンピューターへと転送し、そのデータをもとにストーリーやキャラクターを作り上げる。それがあなたの潜在意識が紡ぎ出す特別な VR 映画ということですね。正直キャッチフレーズは長すぎると思うけど、今日の体験をとても楽しみにしていました。そう言っていただけることは光栄です。まさにお客様のおっしゃる通りなのですが、実は他にもユニークな機能がございます。当シアターの VR 映画は同じ映画をお二人で共有することもできます。共有？さようでございます。機器同士を接続することでお二人の潜在意識をつなぎ合わせ、同じ映画にお二人を同時に登場させることができるのです。もちろんそれぞれ別の映画をお楽しみいただくこともできます。どちらを選んでいただいても構いません。決まりましたらまたお声掛けください。お前はどっちがいい？だよな、俺もそう思う。それにお前の潜在意識で作られた映画なんてどれだけ払っても見られないだろうし。まあいや、別に嫌味で言ったわけじゃないんだ。俺が言いたいのは二人で同じ映画を見ようってことさ。二人だけの秘密を共有できる方がワクワクするだろ。それでは間もなく上映時間となります。もし不調を感じた場合は機器を停止することが可能です。無理をなさらずすぐにスタッフをお呼びください。いよいよ始まるぞ。二人だけで見るなら俺たちが主役かな。俺たちが主役ならきっとありきたりな話にはならないよな。どんな冒険になるのか楽しみだ。Thank you.
これは船長の衣装か。いいな、気に入った。俺はロカだ。お前の名は？船に乗るのか、それとも渡し場まで物資を買いに行くのか。